どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。そうです、私トランペッター黒田拓也でございます。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで、早速行ってみましょう。黒田拓也のタタ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 。1,2,3,4 ということで、今日もね頑張っていかなあかんなと思ってるわけですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ニューヨークはねようやく春が来たんじゃないかと。ずっとね10度以下、もう春をくれないニューヨークで有名なんですが、4月はここ数日15度前後いただきましてですね、もうニューヨーカーの浮かれる時のリミッターの外し方はえぐいですからね。もうね短パンが当たり前で、もうみんな薄着でギャーギャー言うてましたけどもですね、外でビール飲み出してというね、外でビール飲むって言ってもあれですよ、外で飲んだらダメなんですけどね、レストランが外に置いてるテーブルでね、飲むという感じなんですが、なんと今日はシリーズでやってまいりましたニューヨークの伝説の男福島友人物語の最終回パート4、なわけですけども、まあ、人生のあらかたはもうこの1個前のパート3で終わってるわけなんですが、最後はですね、まあ2人がどんな感じでいつも喋ってるかっていう、もう本当に砕けた感じでですね、途中1回ワインオープナーを、2人で探しまくるくだりがもう20秒ぐらいあってですね、置いてるなーなんて思いながら2人で笑ってるわけですけども、いつもねこうくだらない話をしながら、またくだらない話の中にですね、こう夢を散りばめるですね少年のような話をいつもしてます。まあちょっと後書き的に、あとはまあいつもの2人の、話はこんな感じというのと、まあ今後の展望ですよね。まさにゆりさんは今新しいビジネスをやろうとまたしてましてですね、その音楽 の, そのブッキングエージェントと、もう一個洋服屋さんをずっとやってるわけなんですが、もう一個ビジネスをやりたいということで、昔からの夢の一つだったわけなんですが、その辺のね、話ものすごく気軽に気楽に喋っておりますので、皆さん少しちょっとチェックアウトしてみてください。それでは行ってみましょう。最終回友人福島伝説、レッツゴー。ワイン開けますか。開けましょう。ユージさんは皆さんワインがちょっと一癖がもう、もうワイン中毒だね。中毒ですね。中毒なんです。そこら辺にワインこの前もね、ここで今ユージさんは、まあ、どこまで言っていいか分かんないですけど、ニューヨークでお店をやろうっつって。そうなんです。ジャズ喫茶みたいな、まあ、バーというか。そう、その話をもう前から俺ずっと聞かせていただいてて、そうちょっとずつ実現に。ワインオープナーだ。あ、これですか。そう、これですか。それは先生の隣じゃないですか。これですか。違うんだよね。あれ、でも裏に隠れてない。お米の下ぐらい。お米の下。あ、本当だ。記憶力いいね、俺もね。毎日飲んでるから同じ場所に置いてる。いやー、それでね、そう、そこでそこで、かぐや君なんかカレーどうみたいな。そう、俺カレー天才的にうまいっすよって。そう、調子乗ってこの前作りに来たんですよね。そう、この家にで、これが良かったらメニューに加えようっていう話でね。そう、オーディションだったんで。そしたら赤ワインとワインビネガー間違えちゃって、間違いで入れちゃったんで、酸っぱいカレーだけどまだうまかったんですよね。そう、だからこれビネガーじゃなかったらどんだけうまかったんだっていう。だろうね。俺1週間食い続けて。いや、ありがとうございました。鍋の底が見えるので美味しかったよね。大量に作って置いて帰ってた。俺、いや、肉がうまかったよあれ。あ、トロトロですよね。あれ一応ステーキで焼いて切るんですよ。美味しかったよね。いや、これちょっといつか日本でも、これ聞いてる人に何か投資していただいて。そうだね、ユージとタクヤのカレー屋。そう、うん、レトルトかなんかで出そうかじゃあ。あ、ぜひやりましょうよ。これでホールフーズでおろして。そうそう、あ、それいいねっていつもね、俺とユージさんこんな話ばっかりしてて。夢があっていいじゃないですか。実現するかしないか分かんないけど、とにかく楽しいよね、そんなことあったらっていう。そう、レコード買うと、うん、カレーがついてくるとかね。あ、レトルトのカレーが。いいですね、それいいな。そう、他の人がやんないことやってよ。やりましたよ。あ、で今だってその、ね、面白い。今回ね、その、うん、はい、ビッグバンドのアルバムが、アフロビートのアルバムが出るってさっき言ってたじゃないですか、この録音する前に、うんうんうん、で、最初先着100名様だけ僕ピンバッジつけてるんですよ。
その僕のそのバンドの、うん、あの英太くんロゴも買うよ。ピンバッジ、いやぜひ、いや持ってきますよ。それいやでもそうやってなんかこう何でもちょっとチャレンジしていろんなことをやっていけたらなとはね思ってますね。いやあのいろいろ勉強になります。いやでもそのじゃあ33からそうやってずっと来てニューヨーク今何年ですか。年齢バレちゃいますけど27年とか8年とかじゃない。だから93年から今2020。あじゃあもうほぼ30年ですね。だよね。29年、ね、そのぐらいだよね。まあでも年取っても動けなくなったら俺あの日本の鎌倉とか、はい、あとあれがいいね。俺あの東南アジアいろいろ行ってるけど。どこ好きですか。タイ。バンコクがいいかな。ね言ってましたね。あのね人のエネルギーがなんかある気がして。好きですか。マニラとかもいいんだけどやっぱり、ね、少しちょっと違うかなって気がするね。そうなんですね。僕もシンガポールも好き。ああそうですか。シンガポールも高いけどね。バンコク初めて2週間行って、ああでもね、すげえ働かされたんですよ。もう俺、カバン持ちついてるから。いやいや、そうなんだ。カバン持つよ、力あるよ。いや、力ある、知ってます、ね、いいっすね、でもいや、楽しいな。あとあれも良かったね。もう今、多分変わったと思うけど、はい、香港も好きだった。行ったことないですわ。楽しいですか。いいね。香港も良かったよ。今、あのでもね、言ってた、あの香港で今、若い人が、うん、あの中国にこう圧力かけられて、はい、こう要は中国の領土なんだけどね、いろいろなってるけど、うん、アメリカ のチャイニーズ、うん、その若い時に、うん、香港住んでてアメリカに来た人が言ってたけど、これ本当あのバンカー、はい、バンあの銀行の銀行員がとそういう話を聞かれて、はい、私もあの香港住んでたんだけどって、若い人今こういうの大変だねって言ったら、その人すごいこと言ったよ。彼らはね、うん、その要はイギリスの領土だった頃の、うん、香港を経験してないのに、うん、中国に返還されてからの変化を見て、うん、これは間違ってるとかって言ってるけど、年寄りはね反対しないって言ったね。あそうですか。そのだから昔の香港を知ってる人、そのイギリスの領土だった頃から今は変わってる人だった。年寄りはそんな若い人のやっぱりねそういうなんか、はあはあ、あれだと思う。はあ、すごい話。戦争をしない子供たちが戦争を反対してるのと同じで。そうですよね。ああでもあそういうふうに聞くとそういうのも一理全部じゃないけどね。うーん。ああそうかって若い人は若い人なりにその昔のイメージっていうのが親から聞き伝えられたイメージみたいなのがあって、うん、自由な香港っていうのがなくなっちゃうみたいなのがさ、うん、もうどっか頭の中なんだろうね。なるほどね。うん。で香港何が好きだったんですか。あのね、うん、イーストミウエストみたいなやっぱりあのそういう感じなんですね。そうあの両方ある。そう英語も通じるし、それ聞くとシンガポールが好きなのもなんか理解できます。そういいですよね。いいあの両方ありますよね、うんうん、うちの奥さんあの聞いてる人は知らないけどあのジャマイカ人でしょ今。そうなんですよ、ね、僕もね何度かお会いさせていただいてるんですけど、日本は何回も行ってた。やっぱ買い物するとか好きだし、はいろいろあるけどむち呼ばれてます、ね、あすいませんあのアジアで香港だけだったね、うん、まあ全部連れてないけど、うん、香港は一緒の時はあのここだったら住みたいって言ってた。ああすごい。そうですか。なんでって聞いたらやっぱりね、うん、あのバランスが良かったんだよね。そういうことですよね。両方ある。そうでも確かに思う。なんてだら僕らだってこっち来たらもう完全にここの人じゃない見た目だし、うん、それって逆も近いじゃないですか。そう、ね、欧米人にとったらアジアっていうのはもう自分が明らかにここから来た人じゃないっていう中で、うん、やっぱそういうふうに思える場所があるっていうのはまあいいことですね。いいね、ちゃんと居場所がね、うん、感じれるっていうのは。まあ今あの中国返還になってから行ったことないからどのくらい変わったか分かんないけどね、うん、でも自分が知ってる香港っていいとこだったね。はい、いいっすね。あとあの夜景いいんですか。俺あのハトバスやね、あの観光バスあるじゃん、2階建ての、はい、いわゆるあれで回ったけど、うん、ニューヨークのやっぱりあの回ったの回ってんのがなんか、うん、クソみたいに見えるよねそのくらいやっぱりね香港の夜景ってすごいよ。へえ、行ったことないな。仕事で行ったんですか。遊びで行った。遊びでいいっす、ね、あの仕事でもなんか仕事で行く時っていうのは大体仕事時間もないし、はい、空港降りました、ホテル行きました、そうコンサートやりました、帯同ですもんね、はい、一応次はもうロビーコールがあって空港もらえずに遊んでる時間なんかね。我々の人生ですよね、うん、それは、うん、へえすごいな。たくさんどっか連れてよ。だから
きましょうよ。夏のフェスティバルとかいいな、決まってね。いやいや、もうぜひちょっと行かないとね、見に来てほしいし、見に行きたいですよね。え、へえ、すごい人生だな。なんかでも、じゃあ今そのニューヨーク来て30年、はい、ずっとその音楽と服屋さんで今来て、そうね、すごいな。で、色気だった俺、母親と自分だけだったんだけど、うん、まあ遺言じゃないんだけどね、若い時にいつも母親に言われてたのが、はい、調子格好変わってたって言ったでしょ。もう母親のね、俺にあなたはいつか自分のレストラン持ちなさいって言われてたのね。あ、言われてたんですね、うん、その調理師をやってた時のことがあって、頑張ってねって言われて、ね、料理好き、食べさせてあげたりとかもしてたんですか、うん、お母さんに。食べさせもないけど、でもね、あのレストラン持ったらいいね、持ってたらいいねって言われたんで、うん、これできたらなんか親孝行、親に恩返しができるかなと思ってね。うーん、ちょっとまあなんかお酒だけど、はい、ちょっとあのタクヤカレーというね、コンビニーション、ね、酸っぱいカレー隠し味なんですよ。ワインビネガーなしでね、ワインビネガーが隠し味なんですけど、なんで赤ワイン好きな人の家でビネガーがあったんだろうなって思いますよ。すごいな。今度はバーで成功するんでお願いします。いや、しましょうよ。ちょっと皆さんぜひね、ニューヨークに来たら、そう、あの黒田さんが演奏してますんで毎日、このあの意外では名前の由来いきましょうよ。クインシー・ジョーンズの曲、そう、ベラスね、ベラス、ベラス、意味がキャンドル、キャンドル、いいっすね、キャンドル、そう、デジタルに負けないアナログでいくという、うん、このあのユージさんの家には今リビングでこうやって喋ってるんですけど、うもうすごいスピーカーがガンガンってあって、いつもいい音かけてくれるんですよね。そうなんだ。でレコードもね、一個ずつちゃんとビニール袋に入っててですね。そうなんですよ。ビニール袋入ってるだろうな。いや、入ってますけど、今人、まあそうですけど、人によりますけど。そうですか。でもこのもう珠玉のコレクションがそのお店で聴けると、はい、いうことですね。音楽の好きな人がね、こう集まってハブになるような場所が作れたと思います。うん、いいですね。で、ライブもできるかもってことですよね。そうです。ちょっとした。タクヤクルのシークレットライブが。毎晩あります。そう。もうシークレットじゃなくて。卓球台の隣で。あ、いいですね。ぜひ。お願いします。いやちょっと皆さんニューヨークにお越しの際はそうですね、探してください。キャンドル、そう、いや、その僕がまただからゲストで来てください。そうで、こういう第2弾ね、お店ができた暁にはちょっと話を、はい、やりましょう。卓球やりながらね、うん、いやちょっと貴重なお話ありがとうございます。今日はいやすごい、もう出てくる名前がまずすごい。いや、で第2弾もう少し深い話で、あ、まだありますか。いや、面白い話。次回ね。次回。ちょっとじゃあトピックを次回は決めて。はい。いや、すいません。なんか勝手に夜に押しかけて。今日はね、木曜日の夜、これ8時半ぐらいからやらせていただいてるわけなんですけども。そろそろあの、札幌一番味噌ラーメンを、はい、食べようかななんて。お願いします。思ってるわけなんですけども。いやちょっとユージさんありがとうございました。こちらこそありがとう。ということで皆さん、ユージ福島さんでございました。ございました。イエスはい、ということでね、4回パートを4つに分けて、壮大に繰り広げてまいりました、福島有事伝説物語もね、これで残念ながら、お終了になるんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。なかなかこうやって人の人生をねインタビューするなんてことも初めてのことだったんですが、結構街録チャンネルとか好きで見てるから、なんかね、なるほど、ああいう風に話聞いたらいいんかとか思って、聞いてましたけどもですね、いやー面白い人、特にね、僕的にはこう前半の最初料理人してたとか、ちょっと興味があって六本木で、海外の女性にこう声をかけたとか、そこから子供が生まれちゃった、いやすごいですよね。まあなんかそういうのをまたあっけらかんに喋るこのユージさんのまあ魅力というか、ポジティブ爆発、ブラザーって感じがしますけど、皆さんいかがだったでしょうか。まあ何よりもね、今じゃもう触れることもできないぐらいのトップスターの名前がですね、もう定食の名前ぐらいポン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 出てくるわけで、ちょっとそれに関してはマジですかみたいな、ちょっとあのびっくりすることもあるんですけど、まあ実際にね、僕と DJ プレミアをつなげてくれたのは彼で、で日本のビルボードに初ツアーでそのバンドで行った時もユージさん帯同してね、でプレミアとユージさんのその喋り方とか聞いてたら、ほんまに連れみたいな感じでね、喋ってんのを見て、あ、これほんまやなこの人みたいな、ほんとこうどんなアーティストもこう友達のようになっちゃう、そのすごい力があるんやななんて思いましたが、またちょっとねトピックスを変えてね、ユージさんにはちょっとゲストで今度生でね、生というか
ちゃんとマイクあるところにね来てもらって、なんかトピックを質問とか決めたいですね。ユージさんに聞いてみたっていうね質問ね、ニューヨークの質問、音楽の質問20個ぐらい答えられなそうなやつもちょっと聞いてみたりもしたいわけなんですが、まあそれはまた今度にね楽しくことやりましょう。ちょっとね最近ちょっとゲストもね こっちだと呼べてないから、呼べるといいんですが、4月の29日アルバム発売、そのリリースパーティーします。5月の27日渋谷ウーム、6時会場、7時、開演。そして5月の30日には大阪、リリースパーティー大阪バージョン、ビルボードライブ大阪2セットあります。ぜひ皆さんご予約よろしくお願いします。ということでね、いろんなことを目白推しになりそうな5月のステイです。皆さんどうかね、やったくダクルとともにナイスな恋のぼりを、レイズしましょうなんて思ってるわけでございますが、いかがだったでしょうか、ユージ福島物語。またちょっとね楽しみにしておいてください。ということで122回、タイムアウトでございました。それでは皆さんおやすみなさい。